見ていきましょう。 1P 側スコアさんのランスロット、 2P 側デバグマさんのさあバザラガということで、さあ2時間みっちりやっていたんですが、2人ともねかなり笑い声が聞こえていたので、相当トレモで面白いものを見つけてきたんでしょう。さあ画面端を継続しているのはスコアさんでしたが、中央に戻っていくデバグマめバザラガ、さあ狙い上空を払って、さあ開幕から画面端へと運んでいく。そうしかし、さあランスロットには無敵技がアルティメットアビリティでつきましたね。さあここから返していく、ただ早い段階で、早い段階でブレイブリーポイントがなくなっております。まずいと、さあまずい、さあこれは浮き攻めかなり苦しいぞ。マジ？さあこれ浮き攻めうますぎ。さあマジという声が漏れましたが、適当です。さあ何読みと、適当です。さあただリバーサルで振っていったということは、なんか怪しい匂いを感じますね、バズラが。あ、完璧。グローノスから怪しい匂いがプンプンしておりますが、さあダッシュ攻撃。さあかなり攻略が進んでいるか、読み合いが始まっている。そうですね。見ながら。まあダッシュ攻撃で有利状況ですから。なるほど。さあ小技で固めていくことを匂わせてのダッシュ攻撃連打。さあ、揺さぶって、ブレードインパル、おしゃれ、ブレードインパル、これスローロックだ、やってない、やってない、やってない。さあ、チューム持って、さあですが、やはり体力が高い、バザラガが、いや、そうなんだ、指が出てますね、アジェともう、チップ込んでいきますか、ハードから飛び込んでくれ、ウイラーしっかりガード。コンボやりたいな。さあジャンプ越えたらコンボやりたい。グローナス大きめはこうせずグバマスつけていく。予想ボールから画面端グローナスを見てほら割り込んで大きめやってない、ここは攻撃を出せない。さあ特有のやっていない出ましたが、まあ、新システムがねいろいろ、なんじゃ大きめアルティメットマウンティングから無敵がついている。さあありなんですか、ありなんでしょう。ほぼ攻め合い、さあ割ってここは返していく。それからさあですが、もうブレイブリーポイントはすかさないんで、さあられるぞ、らしいが、さあこれはすごい、どうすんの。さあ次次次次次、固めが続いている、割り込みが、あいやーいかんたりんか。さあまさかの、さあまずは1セット目スコアさん取っていきますが、まさかの発売前の対戦でタイムアップが起こるという。確かに、いやどうしたらよかったかな。さあ相当仕上がってるぞ。さあ見ていきましょう、2セット目。さあまずサボっていくのはデバゴメバザルか。さあここは壁ジャンプで中へ隣、さあ投げが通る、大きめ、さあ打撃が通るがここ判断が少し難しいか、上から、いや使うべきなのかいいのか分からん。そうっすよね。さあ来ましたよ、しゃがむの遅くなってるもしかして。あ、それも早かった、暴言食らうとちょっとスローになる、スローになると白くなってましたね一瞬、はい、さあ割り込んで、さあアルティメットアビリティ周りバザラがかなりその大味なものが多そうですね。さあ使っていいか聞いている。上から攻めて割り込んで、バザラガに切り返しがあるのが面白いな。さあ、ロギョは飛んでいる、これじゃない。さあ、画面端へと追い込んで割り込んでいく。さあ、通確認ことを再確認して、間違えた、これは届かない。ああいう時に当たっても空中でもコンボに行けますもんね。そうですね。さあ、そのガードを砕くという用途もありますが、なるほど、画面端追い込んで投げ落とす。さあ変更点があるが投げが通る。さあ助かってしまう。いやゲージ余らしてんだよな、揺さぶりがすごい。さあその地味なね前後移動だけでも扇ゲージ相当溜まってますから、うんうんうん、さあここでリーチをかけていくのはスコア、おお神くん神合わせていく、力のコンボがないドリブルアタックから、さあ先は小技で潰して当たっている。さあ画面端、大きめ。さあオンゲージを温存しながら
コンボを完走しました。無敵技切り返して、あ、さあこちらも無敵技切り返す。確かに なるほどブレイブリポイントを使うことによって、まあ、その後の切り返しを手に入れることもできるんですね。やべ、細かくなってしまう。すごいっすね。さあダッシュ攻撃、さあもう深い読み合いが行われている。もうあそこでボタンを押さなきゃいけないってことですね。暴れるか何か押して、あ、そうか、有利か、あ、有利なんだ、待って、なるほど。さあジャンプ強攻撃、2段目上段となっておりますが、まあ、早めのねジャンプ攻撃からコンボいけるということで、割り込みが倒しきりはできないが立っている。さあダッシュ中攻撃ですかね。しっかりガードしましたが、さあこれで1-1、スコアさんが勝てばスコアチーム勝利、デバウマさんが勝てば最終セットへと飛び越える。さあ置き攻めはかなり苛烈、使っちゃった。さあ使っていく、さあ飛び越えて隙を少ないですね。先は回り込みから捉えていき、画面端、さあ今までのこの手数を利用した固めにプラスしてダッシュ攻撃が入ってくると、あ、これ強い、割り込んで、さあ一番出番組さんが使ってて面白そうにしてるポイントですね。アルティメットブローのせい、さあここはジャンプ攻撃を出さない選択肢、スカシゲナンと呼ばれるテクニックになります。さあ回り込みから、何それ、ダッシュ攻撃が通るのか、歩いて歩いて割り込んでいける。置き攻めは小爆発しちゃう、暴言と一緒に画面端、さあダッシュ攻撃がかなり運びますね。ジャンプ中、これはコンボがつながる、置き攻め読んでる、おお、さあ意外と硬直少ないんですね。読んでても早めにしないと確定反撃が取りづらいということですね。なんだって。さあ解放劇を手に入れる、時間がない、さあどうする。さあチームメイトから時間がないというアドバイスが飛んできましたが、おお見てから、さあですが時間は止まっています。倒し切りはかなわない、まだ残っている。さあどうする、おお、もしかして、もしかしてあるのか、ダブルアップ倒し切り、めっちゃ笑ってもこれが最後の戦いとなります。皆さん盛り上がっていきましょう。さあ開幕は、スタート仕掛けていくのはドラゴメスさん、受け止めるがここはヒット数でのけざってしまう。さあ足払いから攻め手を手に入れていくのはスコアさん。さあこれブレインリポイントが一つなくなってしまう。ここから1個なくなるだけでも相当なんかイメージが違いますよね。そうですね。そう中央でのコンボダブルアップ、おしっかりと割り込んでいく。さあジャンプ攻撃が総攻撃を避けながら、ゲージあるな。そうゲージを使いながら攻めていますが、相当ゲージありますね。スコア選手のランスロット、ブレードインパルスから画面端、あーどうするこれ。さあグローラスを読んで、まあ、ジャンプさせることができるようになったというのが、通っている。ドラゴンから割り込んで、さあ体力残り少ない、さあメインポイントも少ない。ここは攻めを通し、再びスコさんが1本目を取りリーチをかけていきます。ゲージが余ってんだよな。固めたらインスティンクション、アルティメットインスティンクションがいいかもしれない。マジですか、やってみますか。さあゲージの使い方を手に入れていく。固めたら、じゃあここはジャックコイから押し返して、そうここうまく画面上入れ替えたが、バザラガ的には美味しい状況、しっかりガードして。さあ硬いぞ、さあ投げで崩して、うわ、え、さあ場所はいいが入れ替えて無敵技、ああでもブロックせ、ああここはガードをしっかりと跳ねのけて、これそうなんだよね。無敵技ね、お互いにやっぱりまだ意識しづらいところではありますが、さあアルティメットグロナス押し返して、さあゲージがすごい溜まりますね。バランスロットも気づけば 100% 回り込みは許さない、画面端、
再び背負わせていく。さあここからかなり苦しいぞ。まあまあまあ、これ使えるんだね。そうですね。さあ2人ともブレイブリーポイントは2つ。なるほど。さあここは安全飛びにはなってませんでしたね。これはどうだ、隠るか、隠れてる。さあこれ倒し、ゼロだよ。切れていくでしょう。ブレイブリーポイントゼロだよ。さあゼロだとね、わざらがなんかとんでもない火力が。そうですね、1万ぐらい出るのかな。さあこれで1-1。これはまずいよ。さあ本当の本当に最終セット強攻撃当たる。さあインスティンクションでおしばらい置いている。偉すぎる。あー何マジ。さあサザンクロスから攻めていきたいが、どうだ。さあこのダッシュジャック攻撃ね、やだ、割り込んでいく。やっぱダッシュジャック攻撃とそこからの固めと、もう一回ダッシュジャック攻撃、この滝がかなり強力ですね。なるほど。おお、かっこいい。ゲージめっちゃ溜まる。さあ空中投げ、ダウンを奪って、さあオリジナルインスティクション。確かに。さあこれ有利状況ですか。継続していたようにも見えます。インスティクション絶妙な場合、恥ずかしい。入れ込んじゃった。さあ対空コンボは製品版が出てから入れてください。これでいいか。さあコンボ下ろせ。どこまで行くの。さあ、奥攻めはカード。おー、読んでたけどほぼ隙がない。攻めてくる。しかしグローラスは飛んでいる。さあ、だから体力は十分にある。いや、BP もある。さあ、解放位を食らうと大変なことになります。それだけは避けたい。何それ何それ。ストーリーとグローラス。なるほど。